どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日はですね、ちょっとお役立ち動画を、アップロードしたいと思います。ガズレレにはですね、ホームページが皆さんあるんですよ。ご存知ですかね、ガズレレホームページ。このガズレレ .com ってことで、これでかなりね、便利な機能満載のホームページなんですけど、この使い方をですね、ちょっと今日はご報告というか、皆さんにね、ちょっとシェアしたいと思うんですけど、案外皆さん YouTube は見てくださってるけれども、ホームページはちょっとあんまり活用してないなという声をやっぱりたくさん聞くし、これね、ものすごい便利な機能満載なガズレレ公式ホームページですので、ぜひですね、ちょっとこの動画でですね、今一度この便利にいろんなあのコンテンツを楽しんでいただければと思って撮っております。でね、これね、以前撮った動画とちょっとミックスするような形で、ちょっと最新版と合わせた、ガズレレ公式ホームページの分かりやすい使い方ということで、ご案内していくんで、後半はですね、以前撮った動画とドッキングさせてですね、完璧にガイドしていきたいと思います。よろしくお願いします。それではまずですね、皆さん、まずヤフーとか Google 検索でガズレレとかいうふうに検索していただいて、まずガズレレ公式ホームページにアクセスしてください。そうするとね、これがガズレレ公式ホームページのトップページになってますからね。はい、ここでございます。で、ここに行くとこういうふうにいろいろこうアイコンがあるんですけど、はい。ただいまの最新状況としました。ほら、ライブのお知らせね。これ今現在すべてソールドアウトになってます。ありがとうございます。今週からいよいよ始まるね。また名古屋とかは、東京とかになるんですけど、はい。こういうふうに、まず、ガズレレと G ラボで一番おすすめしたいのがこのトップページのバナーにずらーっと並んでおります。で、今の現状で言うとですね、このチケットはちょっともう今ソールドアウトになっちゃったんですけど、ライブの詳細があって、ここ見てください。ガズのウクレレたちは、こちらから、ここを押してもらうと、ただいま、大好評で販売と予約を受け付けている、ガズレレのウクレレたちのこの購入方法のご案内になってます。はい。で、こうやって見てもらうと、はい。今回新しく、リリースされたオールブラックモデルだとか、ここを押していくとね、それぞれのどんな風になってるか、これ、ヴィンテージモデルだとか、これガズモデルだとか、細かくなってますよ。じゃあ、試しにここの、ブラック、オールブラック、ブラックビューティーのページを押してみます。そうすると、どうなるかというと、はい、ページがジャンプしました。で、こんな感じで細かくどんな設定になってるよとか、こう、ご案内があって、で、一応、なんていうの、フレットとか選べるようになってるので、ここで自分でセレクトしていただいてですね、この辺で。で、ご注文いただくというようなことが、ありますんで、ぜひこのページを見てみてください。で、まあ、トップページに戻りましょう。トップページに戻るときは、ここを押すとね、戻りますからね、ここのガズレレって書いてあるところ。はい。ここで戻って、今日はですね、ものすごく便利な使い方。あと忘れちゃいけない。ここにあるね、このガズレレグッズって書いてある。ここはですね、ガズさんのウクレレによくついてる水引きだとか、両親が作ってる水引きとか、ハニーさんが作ってるストラップだとかの、ご案内になってたり、G オーダーとか、とにかくここら辺ね、これガズピアノのご案内とか、ガズラジとかいろいろあるんですけど、まあ見てみてください。で、この下に行くとですね、はい、ここ見てください。私ね、もうブログをですね、2008年から書き続けてますんで、365日。毎日書いてますんで、ブログもぜひ読んでいただければと思うんですけど、今日特にお伝えしたいのは、ここからですね、行くんですけど、まずね、ここ、見て。ガズレレ完全ガイド。ここすごく便利なんですけど、ここを押す方法がまず1個あります。ここはね、めちゃくちゃわかりやすいんで、ちょっとここのページをご案内したいんですけど、ここに入る前に、ちなみに、ここからも入れますからね。ここ、スマホだと。ずらーっと並んで、今のページはこれです。ガズ、YouTube、完全ガイド。ここをクリックしてもらいますね。そうすると、ここにずらーっと出るじゃないですか。で、ガズレレ動画を探そう。ここを押してもらうと今のページに行きます。はい。どっちにしろ、このページがすごく今日ご紹介したいところ。こんな感じになってまして、ここにいろいろご案内があって、はい。ここね、初心者レッスンはここっていうのは、ここで皆さん、最初の初心者レッスン始めてくださいよ。はい。ブログもここに書いてあるんですけど、今日見てもらいたいのは、まずここね、サーチムービーって書いてある。ここの使い方は、ちょっとこの動画の一番最後の方で以前撮って細かく説明している動画があるんで、そこまでちょっと、この時間までちょっと先送りして見てみてください。で、今日はここはちょっと後で見てもらうとして、特に特化したいのはここですね。はい。YouTube まとめジャンルボックス、これカテゴリーボックス。ここをご注目してもらいたいんですよ。前回の動画でここちょっとさらっと説明しただけだったんですけど、はい。新着ムービーはこちらっていうのは昨日撮ったやつ、一昨日撮ったやつもさ、ここ最近の順番通りになってます。で、この見て、入門コード4つだけで弾ける曲はここリストになってますよ。押してみましょう。どんな曲があるかというと、これすごいね、もう100曲以上あるんです。今入門コード4つ押しました。そうすると、はい。こんな風にちょっと前書きの説明があって、こっからもうリストが始まっていきます。見て。ほら。アメイジンググレースだとか、アロハオエだとか、これ、こんなに曲があります。
で、ちなみにこれこうやってもう全部で YouTube にね、紐づいてますからね。じゃあここイエローサブマリンって書いてあります。ちょっと押してみましょう。そしたらほら、YouTube がもうここで再生されるということになります。はい。あ、これ今ちょっと広告が表示されちゃうから。はい。今みたいに、全部こういうふうに、この文字のところを押すと、その動画にジャンプするようになってるんですよ。ここで曲が探せると。入門コード4つだけの曲を探すってすごく便利じゃないですか。これ初心者の方おすすめなんですよね。ちょっと順番に説明しとくと、はい、見て。最新の J-POP。はい。定番の J-POP って書いてありますね。これはまあ、2000年代以降の J-POP かな。主に最新の、もう2000年って言っても20年前ですけどね。まあ、比較的、最近の J-POP。こっちは定番の J-POP ということで、被ってるものもありますけどね。あと、ハワイアンソングとか、懐かしの曲とかですね。ガズさんがちょっとここで皆さんにおすすめしたいのは、これだ。これ洋楽もね、ガズさんすごく好きでしょ。だからここ押してもらうと、ガズさんが今まで取り上げた洋楽が A からアルファベット順に大体並んでますね。こんなにもありますよ、洋楽。皆さん洋楽好きの方、このページはちょっと欠かせないですよ。これ見といてくださいね。はい。いっぱいある。本当に。これはね、僕もたまに見て、こっから探したりなんかしてます。そして、あとはね、さっきも言った、この最新の J-POP とかパッと見てみましょう。そうすると、この最新の J-POP なんか一番多分ね、曲数多いと思うんですよね。これ見ていくと、こう、あから始まってますから。あ、あいうえお順にこういう風になってて、もう、いくら言っても終わらないぐらい。最新の J-POP ありますからね。はい。ぜひこんな感じで探してもらうとすごくいいかなと思います。ほんで、あ、ちょっとね、順番間違えちゃったんだけど、とにかくガズレレ公式ホームページを今トップページにまた戻りますけども、ここあるじゃん。ここから検索。ここに曲名とか打ち込んでもらってもすぐに出ますからね。じゃあここに例えば、ガズレレソングって打ってみましょう。ガズレレソング。ソング。打ちました。で、ここで、今ガズレレソングって打って、ここの、マークを押すと、さあ何が出てくる、何が出てくる。そしたらはい、こんな感じで出てきました。検索ワードガズレレソングで、検索結果2件、それこう2つの動画がありましたよというふうに教えてくれます。こんな感じで、ここのスペースで検索するの、すごくおすすめです。まず、曲、やりたい曲決まってる人はここから検索してもらうのがいいですね。でもさっきみたいに、リストから選ぶっていうのもなかなか面白いんで、そのリストから選ぶのはですね、本当になんか僕もなんか面白い曲、ちょっと久しぶりになんかないかなって探すときは、こんな感じで、例えば今、J-POP、定番の J-POP っていうところ今押しましたけど、定番の J-POP を何か弾きたいなと思った時に、このリストから探すっていうの結構すごい新鮮でしょ？はい。愛さんのハピネスだとか、あいうえお順ですからね、ここもね、いろいろあります。オリビアを聴きながらとか。はい、こんな感じで、ここを眺めながら、あ、この曲やりたいなって探してもらう。こういう音楽の見つけ方もいいと思います。ね、なんでこうやってちょっとお伝えしたいかっていうと、もうガズレレ YouTube 動画ももうすでにですね、多分ですけど、数えたことないんだけど、もうね、1800曲から1900曲ぐらいは、もうレッスン動画取り上げてるんですよ。で、これだけの曲があるとですね、どんな曲やってんのかなとか、どんな曲があるんだろうってやっぱり思うじゃないですか。なんでこういうところで、こんな曲もやってたんだら、こんなかなりマニアックなところまで攻めてると思いますんでね。今みたいな感じでいろいろ探してもらえるとですね、面白いですよ。これ YouTube で探そうと思うとなかなか難しいですけど、このガズレレホームページを使って探してもらうと、皆さんの弾きたい曲、うまいこと見つけられるんじゃないかなというふうに思います。このようにですね、自分が弾きたい曲とか、リストの中から自分がね、あ、この曲やってみたかったんだなぁ、なんていうような探す方法を今ご紹介したんですけど、もう一個ね、切り口の違う探し方があるんですよ。それはですね、今、皆さんが取り組んでいる、こう、リズム、今練習してるリズムってあるじゃないですか。例えば16ビートのチャートとか、カッティングだとか、アルペジオを今練習してるから、そういう曲を弾いてみたいっていうふうに思うこともあるかもしれません。その時に、弾き方から、動画を探すっていう、やり方をちょっとご案内しております。これはね、以前取り上げた動画なんですけど、これめちゃくちゃ分かりやすくなってます。で、この動画の、この後にね、その動画を引っ付けてるんですけど、その動画の後半の方では、ガズレシピといって、アプリがあるんですね、ガズレレでは。アプリの使い方なんかもちょっとね、紹介してるんで、ぜひこの後ご覧になってください。で、その動画をシェアする前に、お知らせなんですけど、今ね、このガズレレのこのブラックミューティーモデルを含む、Gラボマークのウクレレ、販売と予約受付中でございます。さっきの公式ホームページのね、まさにここのところですよ。ここのところで、はい、ここの
ガズのウクレレたちはこちらの方から、今月の末までですね、一応、予約と販売しておりますんで、ぜひちょっとご確認して、ウクレレちょっとチェックだけでもね、してみてください。それではね、さっきも言ったように、今度リズムから曲を探す方法とか、ガズレシピのちょっとした案内をですね、貼っときますんで、この後ご覧になってください。それではどうぞ。ここの解説に入っていきましょう。サーチムービー、ここからはいろんな弾き方、私3連のアルペジオの曲の練習したいんだけど、どんな曲あるのかなとか、3連の16ビートの曲ってどんなテーマ曲あるのか、そういうことを探したいとき、弾き方から検索できるようになってるんですよ。はい、その探し方で。まずガズレレホームページ、今日スマホで見ます。このトップページから、この右上の、ここをサクッと押すとですね、ここに YouTube 完全ガイドって出てきます。この画面に出してみます。ガズレレ動画を探そう。ここを押します。YouTube 完全ガイドの下にあるガズレレ動画を探そう。そうするとこちらのページに到達します。これが完全ガイド。下の方にくるくるくるっと進んでください。そうすると、このサーチムービーってこの写真出てきます。サーチムービーお探しの動画はこちらから検索っていうところを見てくださいね。その下どんどん行くとですね、ここにね、使うテクニックから探すっていうのが出てきます。使うテクニックから探す、詳しく探すっていうところを押しますと、ここに、見てください。3連の16ビートとか、バーっとこう、8ビートとか、スカビート、シソビートとか書いてあるでしょ。ここにチェックを入れて、例えば、私今スカビートを押して検索してみましょう。で、検索、内容で検索を押した、スカビートの曲出てきました。こんな感じでバーっとこうやっていっぱい出てきます。このような感じで、自分が今取り組んでる、練習してる曲の、テーマ曲を自分でこう探せるということにもなってます。やっぱり自分が好きな曲で、やっぱ練習するのがいいと思うんで、YouTube の中で動画を探していくのももちろん大歓迎なんですけど、このホームページも相当ご活用いただけると思いますので、今回この流れでガズレシピ、このガズレシピね、このガズレシピの使い方、ちょっとね、慣れないと使い方がね、ちょっとわからないということで、それのご案内もちょっと合わせてしたいと思います。やっぱりここをグッと押してもらって、そうするとですね、ここに、ショップっていうところがあります。ショップを押してもらいます。その中に、見てください、ガズ、APP の使い方、ガズレレレシピ、APP、APP ってアプリです。ここを押してください。そうするとですね、アプリの使い方、細かーく書いてありますね。ちょっとここを読むより皆さん、見てもらった方がいい。ここにガズレシピの、使い方のリンク、ホームページ、貼っときますね。これも見てください。このレシピもこのホームページを使って、どうなってんだっけって分かりやすくなってます。このレシピもですね、近々また大幅にパワーアップしていく予定ですので、こちらの使い方の方も、ぜひ、一緒にフォローしておいてください。はい、そういうわけで今日はですね、ホームページ、ガズレレホームページの、こう、使い方、使用方法などちょっとシェアしたんですけど、もしちょっと使ってなかった方、今日からちょっと使ってみてください。もう一回貼っとこう。ここにガズレレホームページよろしくお願いします。楽しく皆さん音楽やりましょう。便利なツールを使って、さらに音楽を楽しく、やりましょう。それじゃあ皆さん、さよなら。